私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近引っ越ししてきた人が二人いるの。一人は初めましての花江さんって人、もう一人はまあちょっといろいろあって仲良くなったモネちゃんって子。この二人引っ越す前から顔見知りで友達だったみたいで、花江さんはモネちゃんを妹みたいに可愛がってたんだよね。まさかこんな偶然があるなんて思いませんでした。ここに住んでる人ちょっと豊島が多いですけど、仲良くできそうでよかったです。豊島？すみません、打ち間違いしてたみたいです。皆さんすごく優しくて仲良くできそうで楽しみですって言いたくて。どうやったらその変換ミスできるかわかんないけど、まあとりあえずよかったよ。ここ結構人の出入り多いからさ。そうなんですね。だから結構空きのお家が多いんですか？そうだね、やらかして引っ越していく人が多いから。ふーん、とにかく仲良くなれそうでよかったです。顔見知りのモネちゃんも引っ越してきてよかったね。はい、本当に妹みたいに可愛がっているので、5年間の付き合いでもはや親友というか妹、血のつながった姉妹って感じですね。そっか、私にもそんな仲のいいママ友が2人いるから今度紹介するね。ぜひお願いします。モネと花江の LINE。 まさか私の近所に引っ越してくると思わなかった。仕事の関係でこっちに住んだ方がいろいろとメリットが大きかったメロ。そうなんだ。偶然とはいえこれからよろしくメロ。もちろん、だって私たち仲良し姉妹だもんね。メロメロ、変な喋り方だって言われるこんな私と仲良くしてくれてありがとうメロ。個性があって私は好きだよ、可愛いし。そんな風に言ってくれる花江さんが大好きメロ。私もだよ。今度またお茶でもしようね。もちろんメロ。1ヶ月後、なるみとモネと花江の LINE。 ねえ、ちょっと今すぐ買い出し行ってこいよ。え、どうしたの？なんかキャラおかしくない？もしかして体調でも悪いメロか？っていうかその喋り方マジで気持ち悪いからやめた方がいいよ。え、もう10代じゃないんだからさ、その喋り方やめた方がいいって。見てて痛いし。あんた裏でなんて言われてるか知ってる？メンヘラヤバ女だって。そんな喋り方してフリフリのスカート履いてたら友達もいないわな。私が友達やってあげてんだから言うことくらい聞けよ。なんでそんなひどいこと言うメロ？そうだよ、2人は仲のいい親友で妹みたいに可愛がってるって言ってたじゃない。喋り方だって個性的で可愛いって言ってたのに。心の底から言ってると思います？あんなの私がいい子ちゃんだよってアピールするためのものなんですけど。私のことを好きでいてくれたわけじゃなくて自分のためだったメロか？そうだよ、あんたみたいなやつに優しくしてるとヤンキーが子猫助けたみたいな効果と一緒の効果があるでしょ。この子のことを自分の引き立て役にしようとしてたってこと？おかげで私めちゃくちゃいい子、優しい子って言われて、よくあの子の相手するね、優しいねって言われてたの。ありがとね、そこだけは感謝してるわ。最低。私は本当に友達だと思ってたメロ。私だけだったメロか？そうだよ、別にあんたなんか興味ないから。その手のひら返したような態度は何なの？前まであんなに素直ないい子だったのに。私結婚が決まったんだよね。結婚決まっただけでそんな態度が急変することってある？私の旦那社長なの。めちゃくちゃ大きい会社じゃないけどそれなりの会社。つまり私は玉残しよ。それはとてもおめでたいメロ。でもそれとこの態度の激変は何の意味があるメロか？ちょっとあんたうるさいから一回出て行って。メロ、あの子頭悪いんで、なるみさんから説明してもらっていいですか？まあとにかくあなたの言い分を聞こうか。私社長と結婚するんです。つまり社長夫人ですね。だったらあなたたちみたいな人と仲良くする理由がもうないんですよ。仲良くするのに理由が必要なの？そりゃそうですよ。あのアフォーと仲良くしてたのは私がいい子ちゃんアピールするため。なるみさんと仲良くしていたのは権力者と仲良くなるため。私が大手で働いてるから仲良くなれば誰か紹介してもらえるとでも思ったってわけ？そういうことです。道理で他の人とはそれなりの距離を保っているわけだ。私無駄なことって嫌いなんで。
ちゃんと誰と仲良くなれば私が得するか考えて動いてるだけですよ。でもなるみさんとは関係ないところで結婚が決まったわけなんで、もう用なしです。だから猫かぶるのやめたってわけなんですけど。モネちゃんとは5年の付き合いなんでしょ。そんな長い間猫かぶってたっていうわけ。そうですよ。だって簡単じゃないですか。褒めとけばいいだけですし、あの子の家庭環境ちょっと複雑だったから、優しくすればすぐ懐いたし、扱いやすいんですよね。私が今は相手できないっていう時はすぐに身を引いてくれるし、それでいて仲良くしとけば私の株が勝手に上がっていくし、ほんと今までご苦労さんって感じ。別に私にそんな態度取るのはいいけど、あの子のことをもっと考えてあげて。あなたのことを友達だと思って仲良くしてたんだよ。あんな言い方はないじゃない。じゃあ、なるみさんがお姉さんになってあげれば？は？私はもうお姉さんごっこできるほど暇じゃないんで、なるみさんがそんな言うなら、なるみさんがお姉さんになればいいじゃないですか。好きそうですもんね。偽善活動。喧嘩売ってんの？喧嘩売ってるっていうか、もう相手にしてません。正直あんたたち二人は私より格下だもん。あ、モネは出会った時からずっと私より下だけどね。あの子は純粋な心を持ってるすごく優しい子なの。だから扱いやすいんですよ。あの子が傷つけられて黙って見てられない。あなた後悔することになるよ。はいはい。じゃあとにかくあの子にも伝えといてくださいね。もう用済みだからって。数日後。マジで本当にウケるな。社長と結婚なんて夢みたい。用済みの女は黙って指くわえてろ、この隠した女どもが。あなたの本性をバラしたから結婚はなし。は？あなたの結婚相手の社長さんとやらにあなたの本性をバラしたの。猫かぶるの相当うまいみたいだね。あなたのことを本気で好きだったんだって。あなたの本性を知って LINE ブロックしたって言ってたけど。何言ってんの。 LINE のブロックなんてされてないし、ただ今日は仕事が忙しくて返事が返ってきてないだけでブロックされてるんだよ。大体私が誰と結婚するかなんか知らないくせに。いつか紹介したいって言ってた親友のママ友二人がいるって言ってたでしょ。そのうちの一人がすごく情報通でね、調べるのが得意なの。あなたのことは全部調べ上げてるから。そんなのありえない。会社に電話してやる。なんで次会社に電話してきたら警察に言うって。この後会おう、そこで終わりだって。別れ話なんて無理。あなたの本性はもうバレてる。どうあがいたところで破局は免れない。なんでそんなひどいことするの。私の結婚を邪魔するなんていい度胸じゃない。私は今まで猫をかぶって自分の味方を増やして生きてきたの。私を敵に回したら大変だよ。問題ないよ。こっちにも心強い友達が二人もいるから。たった二人しかいないのにどうやって私に立ち向かうつもりなのよ。話し合って別れ話なんてさせないわ。それとあんたには絶対仕返ししてやる。帰り討ちにされるだけだけどね。私に失礼な態度を取るまでは許せたけど、モネちゃんに対するあの態度は許せない。カッコつけんなよこの偽善者。覚えてろよ。1週間後、プレゼントは届いた頃かな。今頃家の中虫だらけになってんじゃないの。ああ、そのプレゼントならあなたの家に返送したよ。え、素敵なプレゼントありがとメロ。私虫大好き。こんな可愛い虫さんをたくさんありがとメロ。いっぱいいっぱい教育してこの子たちも仕事で役立ってもらうメロ。は？え？それじゃあ地獄に行ってらっしゃい。ゆりとひまわりと花江のライン。残念でしたね。荷物なら送り返してあなたの家の中にぶちまけているところですよ。は？ガチで？今頃お家の中は虫と土が散乱してる頃です。ちょっと待って、あんたたちって確かなるみさんのご近所の。なるみさんの親友のゆりとひまわりです。っていうことはどっちよ。私の彼に変な情報を流したのはどっちだと思いますか。どっちが情報通っぽいですか。あなたじゃなさそうね。え、私結構インテリキャラでやらせていただこうかなと思ってるんですけど。私が情報通ですよ。私が情報を集めたんです。信じてください。絶対こっちじゃない。っていうことはあんたね、ゆりさん。今度メガネでも買いに行こうかな。情報通というか、ゆりはなるみさんに関わった人のことを調べ尽くしていると言いますか。調べている過程で副産物としてあなたたちの情報も手に入るというわけです。
そんなこと言いながら、なるみさんに関わった人のことは率先して調べてるじゃん。なるみさんにどのように関わるか、詳しく調べる必要がありますからね。なんじゃそりゃ。こっちはそのせいで破局なのよ。社長と結婚できるチャンスはそうそうないのに。だからといって、なるみさんに失礼な態度をとっていいわけではありません。それに5年間も仲良くしてたモネちゃんにも、あんなひどい仕打ちして。私は友達なんて思ってない。あいつは道具。隣にいるだけで私がいい子になっていく魔法の道具。最高だったわ。みんな私のことを優しい学級委員長みたいな目で見るんだもん。お友達をそんな風に言っちゃいけません。だから私は友達じゃないって言ってんでしょ。だいたい虫を喜ぶとか意味わかんないんだけど、あいつ。それはおいおい話していきましょう。あの子の仕事が関係していますから。あいつ家庭環境が複雑なんだって。しょうがないからもう少し友達ごっこ続けるか。どうせ優しくしたらすぐ私に寄ってくるよ。あいつ私しか友達いないもん。モネちゃんは本当に家族のことでいろいろ大変だったんですよ。それなのにそんな扱いするなんてひどいです。かわいそうです。うるさいな。人間損得感情で動くなんて当たり前のことでしょ。私は自分の得になることしかしたくない。それだけ。だからなるみさんにも仕返しするし、あんたたち二人にも仕返しする。できるものならやってみてください。ユリの情報力は凄まじいもので、勝てると思わない方がいいですよ。私の方が上だもん。泣きついたら友達とか男とか協力してくれる人たくさんいるし。そうですか。じゃあ、全面戦争行きましょうか。私は少数精鋭が好きなんです。その少数精鋭の中に私が入っている。素晴らしい。そうか、ユリは少数が好きなんだね。なるほどなるほど。特別感があって最高。あなたは一人で何を盛り上がってるんですか。いいわよ、全面戦争をしてあげる。泣いて謝るまでやめないんだから。今日荷物を送り返されて家の中にぶちまけられてる時点でいっぱいしてますけどね。だいたいなんで私の家に荷物が。あなたのことを調べ尽くしていると言ったじゃないですか。簡単なことです。あなたの家の住所、あなたがいつ荷物を送るのか、どうやったらあなたが嫌がるのか、全部わかってるんです。嘘つ。まあ何でもいいですけど。いいこと考えた。なるみさんを苦しめるためにはモネと仲良くなればいいんだ。どういうことですか。仲良くなってまた傷つけてやればいいのよ。なるみさんみたいなタイプって周りが傷つけられる方が嫌なタイプでしょ。なるほど。なるみさんのことをよく知っているアピールですか。私の方がなるみさんのことを知っているのに。なるみさんの体重、身長、髪の毛の数、ほくろの数、古傷がどこにあるのかを知ってから言えよ、このクズが。とにかくどうにかして私は結婚の話を元に戻さないと。あんたたちへの嫌がらせはその後じっくり考えてあげる。さてと、私はあの子と仲良くしようかな。おいで、モネ。ごめんね。あれはドッキリだったの。反応を見るために意地悪言ってごめん。こんな私だけど、また仲良くしてくれるよね。メロ？冗談メロか？うん、本当に冗談。あなたの反応を見たくて意地悪しちゃったの。ごめんなさい。あなたにとっての友達は私だけでしょ？だからお願いを聞いてほしいの。お願いって何メロ？この二人がね、私に意地悪するから痛めつけてほしいの。私のお願い聞けるよね？って言っていますが、どうしますかモネ。どうするのモネちゃん。私しか友達いないでしょ。もし私の言うこと聞いてくれないなら友達やめるけど。メロ、これ以上いじめてあげないでください。いいよ、私に意地悪していいから、これ以上いじめないであげて。こんなクズの言うこと聞けないメロ。は？でしょうね。こいつ裏の施設に連れて行くメロ。あれ？好きにやっていいですよ。わーい。じゃあ私がとっておきの拷問いっぱいしてあげるメロ。友達だからたくさんたくさんフルコースメロ。何言ってんの？違うって。私じゃなくてその二人よ。何言ってるメロ。ユリさんは私の天使で女神メロ。神様に盾つくやつがこの世界にいるメロか。確かにユリのことを愛してやまない子だった。なんだ、よかった。びっくりしちゃったよ。ユリさんのお友達には絶対危害は加えないメロ。
いい子ですね。メロメロ。じゃあもしかして友達のふりをしていたのはモネちゃんも？そんなはずないわ。ちゃんと友達だと思ってたメロよ。それなのにいいの？私もちょっと興味があったメロ。友達だと思っている人に裏切られたらどうなるか、友達を拷問することになったらちゃんとできるのか心配だったメロ。結果はどうでしたか？1ミリも心が痛まず余裕メロ。私にとって神様はユリさんだけ。私は神様の周りを守るためだったら何だってできるメロ。お友達なのにいいの？そうよそうよ、私は友達で親友で姉のような存在だったでしょ。どうなるか私も本当に心配だったメロ。でも全く何も感じないメロ。もしかしたら大切な感情が少し欠けているのかもしれないメロ。でもこれで神様の役に立てるなら感情がなくてもいいメロ。大丈夫ですよ、あなたにはちゃんと感情があります。こいつがゴミクズだから心が痛まないだけです。なるほどメロ。まずはプレゼントされた虫を使っていろんな拷問するメロ。お友達だったからフルコース楽しんでほしいメロ。それじゃあ行くメロ。いやいやいや、あ、連れて行かれちゃった。なんというかさすがというか、ユリの背中を見て育った子なんだなって実感した。それはどういう意味ですか？言葉通りの意味です。あ、言っとくけど私の方が一緒にいた時間は長いんだからね。シャー。その後花江さんは復縁することはできず、というより姿を消してしまった。結婚の話は進んでいたみたいだけど、彼女の本性を知って社長さんは別れを決意。花江さん猫かぶるのが相当うまかったみたいだよ。ある意味才能なのかもしれないね。社長さんとの結婚が決まった瞬間、私たちに喧嘩売らなければ幸せになれてたのにな。モネちゃんが傷ついてるんじゃないかって心配してたけど、全然傷ついてないどころかユリの役に立てたって笑ってるからさすがだよ。ユリの背中を見て育った子なんだから、それぐらい当然だったってわけか。花江さんはいろんな拷問を試されてる。習った拷問は一通り味わってもらいたいんだってさ。それがモネちゃんの本気の優しさだって言うんだから、これまた怖いよ。友達だからこそ自分の覚えた技を全部見てほしいとかなんとか。仲良くなってなければこうはならなかったのにね。ひまわりは小さな威嚇だけしてて、それはそれで可愛かった。ひまわりって犬でもあり猫でもあるんだよね。ねえ気になるよ、ユリの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん、何か秘密があるんでしょ？どうしても知りたいんですか？知りたい。そうですね、もしどうしても早く知りたいというのであればメンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの？特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。シャー。ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたらぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ユリの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。